おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1698です。はい。今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今回もまたプラモデルをね、ちょっと作っていきたいと思います。で、今回紹介するやつはですね、フレームアームズガールとか、女神デバイスとかね、そういうような感じではなく、最近紹介したね、ストレリチアみたいな、そんな感じっぽいかなってやつをちょっと紹介したいと思います。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね、先ほども言った、ストレリッチアですね。あちらと同じメーカーというかね。まあメーカーはそうですけどね。そちらから出ました、モデロイド。こちらのエリアル C 装備ってやつですね。これをちょっと紹介したいと思います。で、今までのフレームアームズガールだったり、女神デバイスとかね、そういうような感じではなく、ものすっごいイラストタッチっていうかね、こんな感じの表紙となっておりますので、これだけ見ると、プラモデルの出来としては果たしてどんな感じに仕上がるのかっていうのが全くわからないっていうね。一応こんな感じの表紙となっております。で、側面を見ると、こういう感じでシルエットになってるんで、さらにわからんと。で、反対側を見るとシルエットなんで、またわからんって感じなんですけど、裏を見るとこういう感じですね。一応、組み上がりはこういう感じです。で、装備させるとこういう感じですね。剣と盾とヘルメット。こういう風につけることができますよと。で、普通に組むとこんな感じですね。まあ、こちらのヘルメットなしの状態の、後ろですね、こう縛ってないやつとかね、こういう風に縛ってる状態とか、こういう風に作ることができて、これが素組みの状態ですと。こんな感じの中身っていうかね、内容物となっております。そして重要なことだと思うんですけど、ここのところに接着剤使用って書いてますんで、一応ですね、どこで使うかわかんないですけど、一応接着剤の方一応用意しておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、あと上ですね。上のところがここと同じイラストですよ。そこの部分は、まあ顔の部分のアップのね、こんな感じのイラストとなっております。で、ここの部分ですね。テープで止まっておりますんで、まあこれをね、切る必要性がありますよ。で、一応ここの部分ですね。横から開けると。上にスポンと抜くとかね、そういうわけではなく、この辺とかのテープを切って、ガバッと開けるタイプとなっております。ということで早速ですね、これ開けていきたいと思います。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。以前紹介したストレリッチャーと同じように、説明書は袋に入っておりますので、まあこれちょっと中身確認できませんよと。一応ここのところにデカールですね。普通のシールではなくデカールが入っておりますので、まあデカールだよね。うん、デカールが入ってますんで、まあこれ貼り付けることによって、まあ色合いを再現することができると。で、あと、説明書の方をちょっと見ないとわかんないんですけど、ストレリッチャーの時はカラーガイドはなかったんだよね。なので、このシールとかで再現できない部分は、ニュアンスで塗るしかなかったっていうね、そういう感じでしたけど。で、あと、ここで整合表が入ってるという感じになっておりますよと。で、パーツとしましては、これですね。髪の毛の部分、これはクリアパーツです。で、前髪があったりとか、多分これ目の部分かなっていう、こういう感じで入ってます。はい。で、この辺のね、ボディとか、その辺のパーツがこんな感じで入っているよと。で、これもですね、結構先端とんがってるんで、切り離す際にですね、うまく切らないと破損してしまうんで、それでちょっと注意かなと。あと、ここのところに、まあ、黒系。まあ、これ関節かな？一応こんな感じのものがありますよと。で、こちら手首パーツですね。こちらは、まあ、クリアパーツも入ってますけど、手首パーツに関しましては、こちら武器持ち。まあ、手の甲の部分は塗装済みなんですね。あと、平手のみということで、普通にグッと握ってるんで、こういうタイプのグーはないっていう感じになってますね。これちょっと物足りなさがありますね。はい。で、あと同じような感じで、これ、シールドの裏とか、こちら剣ですね。こういうのがありますよと。ただこれ一色なんでちょっと物足りなさはあるんで、実際ちょっとね、塗装する必要性があるのかなって感じかな。はい。で、あとこちらボディ関係ですね。はい。こんな感じ。これは腹部とかそんな感じかな。一応こういう感じ。桃パーツがあったりとか、こんな感じですよ。で、あと、盾ですね。こういうのがあって、あと腕とかのパーツ。これ背中とかお尻周りですね。こんな感じですよ。これが台座ですね。この台座ついてくるのはありがたいですね。で、結構ちゃんとしてる台座みたいなんで、ここに支柱があったりとかするんでね、ちょっと見づらいと思いますけど、こんな感じのがあるんで、この商品だけでもちゃんと立たせることができると。これは普通にゴミです。そしてこれが顔ですね。こちらの部分なんですけど、これも塗装済みですね。で、ここの何もないような感じに見えますけど、この目の部分ですね。これ先ほどのクリアパーツのやつはめ込んでどうのっていうやつだと思います。ここにもありますんでね。まあそんな感じの表情パーツみたいなのがこんな感じで入ってます。はい。いかがですかね。まあこんな感じとなってるんで、まあ組む難易度としましてはね、今まで紹介してきましたフレームアームズガールとかね、女神デバイス、それと同じような感覚で作れるんじゃないかなと思っております。ということでですね、説明書ちょっと見ていきたいと思ったんですけど、こういう風に袋に入ってますんでね。まあこれの順番通りいきたいと思いますんで、あ、開いてるっていうか開きましたね。ちょっとここの部分の密着っていうか密閉がちょっと緩かったみたいなんで、ちょっとスッとやったら開きましたんで、ちょっと見ていきましょう。で、これですね、パーツリストになってまして、反対側は真っ白ですね。で、デカールと整合表。で、こちらの部分ですね。まあこれが表紙というかこんな感じで。で、裏のところに
エリアルの説明ですね。まあ、こんな感じで載ってますよ。で、ペラッとめくると、冊子の状態じゃないんだねっていうね。まあ、これは以前紹介したストレリーチャーと一緒と。一応こんな感じで、頭部の組み立て、ノーマルから始まって、ここで、お下げバージョン、ヘルメットというふうに組んでいきますよ。で、胴体作ってって、右足、左足、右腕、左腕、そして盾とスタンド。まあ武器に関しましてはね、剣は切り離しておしまいなんでこんな感じですよと。手首パーツは交換してこうですよって載ってますよと。はい。で、さらにこれをペラッとめくるとこんな感じになってるんで、やっぱりカラーガイドはないという感じですね。だから、これは素組みを前提にしているような感じに見えるって感じですね。それ以外の塗装はもうニュアンスで塗れっていう、そんな感じですね。やっぱりカラーガイドは欲しかったかなって感じですね。はい。ということでですね、説明書の通り、頭部から作っていきたいと思いますので、段取り4本進めていきたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。一応ここのところに頭部パーツ、ボディーパーツ、そして足のパーツと腕のパーツ、上のところに盾と剣ですね。こちらを用意してあります。ということで早速ですね、組み立ての方を進めていきたいと思いますけど、まずはこちらですね。顔のパーツですね。こちらからいきたいと思いますけど、口元、これ汚れてるんじゃなくて、なんか最初から混ざってんのかな、なんかね汚いんですよ。こういうのがありますんで、ちょっと削るとかいう必要性があるのかもしれないですね。まあ一応こちらのパーツ準備できましたら、これの裏側ですね、ここのところに目のパーツ、これを入れますよ。でこれスポッと入れてあげて、中にしっかり入れてあげると、そうするとこんな感じでね入りましたよ。でこちらの顔とこちらの顔、こういう風にね、もともと印刷済みのやつとそうじゃないやつがありますんで、まあこんな感じで作ることができると。で、これが準備できましたら、こちらですね、後ろ髪、これのところにつけますよと。この時に作ったやつともともと印刷済みのやつ、これをね、選択して作ることができると。で、一応今回こちらからいきたいと思いますんで、これを用意しますよと。そしてこれの内側ですね、ここのところにこの状態だと入りませんので、こちらの髪の毛のパーツの一部かな。これをここのところにブスリと差し込むと。で、一応その時に向きとかで決まってますんで、それを確認して入れてあげますよと。その際ですね、形状ですね。こちらのところガバッとえぐれてますんで、ここのところに合うサイズのやつを用意してつけてあげますよと。で、ここのところスポッと入れてあげて、表情パーツをここに差し込みますと。そして前髪パーツですね。それを差し込みますと。はい。一応こんな感じでスポッと入れると簡単に作ることができると。ただこちらを見ていただくとわかると思いますけど、後ろ髪ですね、これは固定になっておりますんで、後々可動に影響がありそうという感じですね。はい、一応こんな感じで頭部パーツができたと。背景が白いでね、一応こちらちょっと見づらいと思いますけど、組み立てるとこんな感じに出来上がると。それ以外に頭部パーツもう一個ありまして、それが一応こちらですね。このパーツの内側、ここのところに先ほど用意していたこちらのパーツですね、これをここにスポッと入れると。そしてここのところに表情パーツを入れて、前髪パーツを入れると。で、さらに後ろですね、ここのところに穴がちっちゃくありますけど、ここのところに黒いジョイントパーツ、こちらですね、このグキッと曲がってるやつ、これをここのところに配置しまして、この先端部分にこのパーツですね、これをつけてあげると。で、同じくここにね、四角く穴開いてますんで、これを形状確認してしっかりと入れてあげると、こんな感じで出来上がると。はい、これがもう一個の髪型のパーツという感じですね。で、こっちのパーツっていうか、このパーツに関しましては、後ろ側にだらりと下がるんではなく、こういう風にね、前面に回るみたいな感じになってるんで、ちょっとね、特殊なんですけど、こんな感じで髪の毛パーツをもう一種類作ることができるという感じになっております。で、こちらなんですけど、この軸部分ですね。これ接着してしまうと、後々、このね、ヘッドギアみたいな、こちらバージョンにも使うことになりますんで、ここ接着してはいけないという感じになっておりますよと。はい。で、もう一つですね、こちら。この印刷済みではない方の、顔のパーツがありますんでね、ここのところに付属のデカールを貼ってあげて、好みの目線にすることができるという風になっております。はい、では次にこちらですね、もう一個のバイザー付きと言いますか、そちらのバージョンの頭部パーツを作りたいと思います。で、こちらですね、先ほどと同じような感じで、こちら目の部分がね、ないやつにすることもできますんで、これを選択して同じような感じで、ここのところに目のパーツをざくりと入れてあげますよと。はい、一応こういう風に入れました。で、あとこれの状態に下のところにパーツつけたりとか、こちらのゴーグルでね、これつけることができますけど、今回もまたっていうかね、先ほどと同じようにこちら、印刷済みのやつを使いたいと思います。で、これのところに、まずはゴーグルパーツをここにね、パチンと入れてあげるよ。はい。一応こんな感じで入れました。そして下の部分ですね、ここのところに顎パーツとして、このパーツをざくりと差し込んで、こういう風につけてあげると。で、こちらですね、刺すときに緩い場合はもうあらかじめ接着してしまった方がいいみたいです。ただ、こちらのね、印刷済みのやつ、またはこちらのクリアバージョンですね。こ
これを差し替える場合は接着してしまうと全部ダメになってしまいますので、交換することを考えている方は接着してはいけないという感じですね。はい。そして次にこちらの四角っぽいやつですね。このパーツを内蔵させるためのパーツを用意しますよと。一応これそのままねスポット入る位置がありますんで、かなり似てるパーツとしてねこういうのがありますけど、これではないのでちゃんと入るやつを選択してつけてあげると。そしてこちらのパーツで閉じてあげて、ギュッとね隙間なくつけてあげますよ。ここのところに黒い板状のパーツですね、これを選択して差し込みます。一応前後でこのピンですね、これの長さが違ったりとかするみたいなので、それを確認して入れてあげますよと。今グッと入れた時に奥まで入りませんので、これ多分前後逆だってことですね。スポット入れるとこんな感じで入りました。そしたらこちらの側面ですね、これを覆うような感じにしたいと思いますけど、今入れた感じ全然ガタガタしてしまってるんで、多分これ最後まで入ってなかっただけですね。うん、入りました。一応こんな感じです。一応入ってくれたので、こういう風に入れましたら、これを覆うようにこちらのパーツをつけますよと。で奥までしっかりと入れると。ただですね、これちょっと入れにくい可能性があるのと、ピンがですねちょっと外側にちょっと配置されてるんで、グッと差し込んだ時に周りですね、これが白化する可能性がありますんで、軸をねちょっと削ってあげるとか、あらかじめピンを切り離してしまってもうここは接着してしまうっていう、ね、そういう方式の方が楽かもしれないですね。一応こんな感じでこのパーツができましたら、今度前面ですね、ここのところにこの白いパーツ、これを2つ組み合わせて1個のパーツを作り、このパーツを先ほど取り付けたこの黒い部分に差し込みますよと。はい、一応こんな感じです。そして作っておいた顔のパーツですね、これを下からここのところにスポッと差し込んで取り付けてあげて、こんな感じにするよと。そしてさらに側面ですね、ここのところにこちらのパーツを用意して形状合わせで差し込んでいきますと。で反対側から同じような感じでこちらのパーツを差し込み、この状態を作り、両サイドですね、ここのところにへこみがありますんで、ここのところにこちらのパーツ、非常にちっちゃいんですけどこれをつけます。でこれ多分形状が決まってるとかね、ピンの向き太さあると思いますんで、それを把握しながらここのところに差し込んでいきますよと。はい。一応うまく刺さるとね問題なくいけると思いますけど、逆さまにしてねポロッと抜けるようだったらこれ接着してしまった方がいいですね。はい。一応こんな感じでスポット入れましたと。そしてセンターの部分にこちらのパーツを差し込みまして、これでこちらのパーツができたと。そして後ろの部分くるっと回して、ここですね、このへこみの部分にこちらのクリアパーツを差し込みまして、でこれができましたら、ここにまた穴がありますけど、ここの部分に黒いジョイントですね、このパーツがここに入ります。でここの先端部分にこちらの髪の毛パーツをつけると。そうするとこちらのバイザーというかね、このメットついた状態のこの三つ編みをつけることができるという風になっておりますので、一応こちらの状態とこちらの状態をまあ併用するんであれば、一回一回交換する必要性があるというね、そういう感じの頭部パーツになっておりますよと。はい。では次にそのままボディーパーツいきたいと思いますけど、まずはこちらですね、これが首パーツになりますけど、このパーツをここで組んでしまう前にジョイントですね、これを作ります。でこのパーツ2つをここでパチンと重ねて1つのジョイントというかね、関節を作り、ここに引っかかりがありますんでね、この引っかかりが今用意したこちらの中に入りますと。で分かりやすくちょっと曲げときますけどね、こんな感じで入れてあげて、これで抜けないよ。でこのパーツが準備できましたら、ここのところでパチッと閉じてあげますよと。そうするとこういう風にねジョイントを内蔵させることができましたので、これで前面部分のこいつを取り付けて、これでカバーというかね、見た目を良くしますよと。はい。で、これもね、外れるようだったら接着した方がいいと思います。そして、これの下ですね。ここのところに、こちらのキブパーツをざくりと。これもちょっと抜ける可能性があるんでね、これもちょっと接着しておいた方がいいかもしれないですね。はい。一応、これでこのパーツができましたと。そしたら、このパーツができましたら、こちらのパーツでパチンと閉じるのはいいんですけど、これをつけた段階で、上ですね、多分ここの穴のところに後々の肩アーマーとなるパーツですね、それをつけなきゃいけないよと。でそのパーツっていうのがこちらですね、これのここのところにこのジョイントパーツをつけると。その時に膨らみが上になるような感じでこういう風に配置してあげまして、反対側からもう一個のパーツで閉じますよと。でこれですね、今みたいな感じでポロッといきやすいので、まあ半差しぐらいの感じでこちらを作った状態でこれを差し込んで、しっかりとロックするとこういう感じで作ることができると。ただこちらですね、止めてるのが1点だけなので、何かの拍子でねこれが簡単にポロッといってしまう可能性があるんで、ここ合わせ目部分はしっかりとね接着してしまった方がいいと思います。でこれが準備できたらここのところに配置すると。でこれと同じものをもう一個作らなきゃいけないので、ささっとねこっちつけてしまいたいと思います。はい、パーツの方準備できました。はい、このように取り付けましたら、今度ですねこちらの
外側のパーツと、あと内部に取り付けるパーツですね。これを配置しなきゃいけないよと。で、まず配置するときに、ここの内部ですね。ここにこいつが入りますよ。で、多分これ長い軸でこうやって入るんじゃないかなと。で、後ろ側のこいつのところで止めるときに短いやつが出てると。多分これでいいと思います。説明書の方ではね、一応分かりやすく載ってるようでちょっと分かりづらいんですけどね。まあ、こんな感じで配置してあげますよと。で、さらにもう一個穴がありますね。そこのところに対してこちらのパーツを入れますよと。で、これ入れるときに、ピンですね、こう差し込んだ時に、こう最終的に入れた形状で判断しなきゃいけないんですけど、まあ、仮にこう入れた時にね、これが多分水平になるんで、多分これは向きとして間違ってると。で、もう一個のパーツがありますんで、そちらにちょっと差し替えてみますけど、これをブスッと差し込みますよと。で、差し込んだ時に、先ほど取り付けた真ん中のリングパーツですね。これよりも上の部分が短くなってて、これが長いと。まあ、この開口部分の話ですね。これが多分逆になってるんで、これをくるっとひっくり返してあげて、ここに差し込んであげると、こんな感じですね。見ていただくと、中心部分から考えて、上の方が空間が狭く、下の部分は空間が広くという風になってますんで、こういう風に作る必要性があります。で、反対側も同じような感じで、その空間の広い狭いですね。それを把握しながらつけますよと。で、同じような感じでブスッと差し込んであげて、見た時に、ああ、間違ってないなっていうのを確認したら奥まで入れると。ちょっとこちらですね、細いパーツになってるんで、変に力かけるとね、バキッと割れる可能性があるんで、ちょっと注意ですね。一応こういう風に段取りできましたら、こちらのパーツで後ろからロックしますよと。で、この時にロックする時に注意しなきゃいけないのは、こちらの肩アーマーですね。これを入れてるピン。これが変な感じでね、入ってしまうと、すっぽ抜けてしまうんでね、一応それだけ確認しながら、ギュッとしっかりと入れると。はい、こんな感じで入りました。で、このパーツが入りましたら、ここですね。ここのところに肩甲骨みたいな感じのパーツですね。これを入れなきゃいけないよと。で、これ入れるときに、形状ですね。これを確認しながら入れると。この状態だと向き間違ってますんで、こっちをくるっと回してあげて、しっかりと止められる位置でバシッと入れてあげますよと。はい。これでこっち側入ったんで、反対側もこうやって入れていきますよと。まあ、こういうことによってね、色分けされてるのはとてもいいんですけど、なかなか複雑な機構になってるんでね、結構作るのが大変かもしれないですね。はい。一応こんな感じで、このパーツが配置できましたと。そしたら背中の真ん中のところにこちらの黒いパーツですね。これを形状合わせでざくりと刺す。これもちょっとですね、差し込みが弱い可能性がありますんで、これですね、しっかりと抜けないように差し込んでおく必要性がありますよと。はい。一応こんな感じですね。で、中のこちらのピンがうまくはまってないと、しっかりとロックされないんでね、そこも一応確認しながらしっかりと入れてあげますよと。はい、一応こんな感じです。で、接着したいんですけど、多分可動ギミックっていうかね、こういう風に若干上下に動く、こういうギミックが中にありますんでね、接着できないんで、しっかりと奥まで入っているのを確認しておきますよと。そして脇腹、ここのところにある四角いブロックですね、ここのところにかなりちっちゃいんですけど、こちらのパーツを入れなきゃいけないよと。で、こちらですね、向きが決まってますんで、それを把握しながらここのところに差し込みますと。で、差し込んだ時に逆さまにしてポロッとね落ちるようだったら、これはもう接着しなきゃダメだよと。もう非常にちっちゃいんでね。で、こちらブロック状のパーツなんですけど、ちっちゃくね穴が開いてたりとかしますんで、複製はかなり大変だと思ってね、あらかじめ接着してしまった方が楽です。はい、一応こういう風に作りました。で、あと胸の部分のパーツですね、このパーツを同じく形状合わせで差し込む。で、反対も同じような感じで差し込んで、こういう風に作り、首元のパーツを入れると。その際ですね、こちらのリングパーツなんですけど、結構細いので、力のかけ方によっては割れるっていうかね、折れる可能性があるんで、それを一応確認しながら差し込みますよと。で、そうするとこんな感じなんですけど、こちらかなり甘く入っております。なので逆さにすると抜ける可能性があるんで、ここはね、接着しておいた方がいいと思います。で、これで胸部パーツができたんで、次に腹部ですね。まあ、これを作らなきゃいけないんですけど、これに関しましては、まずジョイントですね。この2つのパーツを付けますよと。で、一応、いつもはね、一緒にしてるんですけど、これ首のジョイントとかなり似てるっていうかね、ほとんど一緒になってますんで、混ざらないように注意が必要ですよと。で、あとこちらのパーツを上のところにズボッと入れると。で、奥までしっかりと入れて、これ入れた時にかなりきつい場合はね、あらかじめシリコンスプレーで緩くするとか、あとは削っておくとかね、そういう風にした方がいいと思います。で、あと下のここの穴のところに、こちらのパーツを差し込みまして、これが脚部の接続部分ですね。股関節パーツになりますよと。で、これもかなりきついですね。こういう部分は、あらかじめ調整しておかないとやばいですね。はい、一応こんな感じにしますよと。で、これができましたら、ここのところにパチンと閉じてあげて、これでボディーパーツが出来上がりますよと。そして前面のここのところにこちらのパーツを入れて、はい、これで完成。で、あとここのところにこいつをくっつければ、これでボディーパーツができたと。はい、一応こんな感じとなっております。そしたらですね、次に脚部行きたいと思いますけど、まず脚部パーツなんですけど、
まず太ももですね、そちらから作ると。でまずももパーツの内部っていうか外がこれになってて、内部がこちらですよ。で内部パーツに関しましては、ここのところにこいつをくっつけて反対側から閉じると。まあこれはね、だいたいいつものパターンと同じなんですけど、今度こちらを覆うのがこれともう一個のパーツで覆いますよと。でこれで覆うのはいいんですけど、中ですね、そこでしっかり固定されませんので、こういうふうにガタガタするんですね。こんな感じで動いてしまいます。これで間違ってるわけではないのでいいんですけど、ちょっとで、ね、気になるっていう感じですね。まあこんな感じで作りました。そしたら次に太もものベースとなるこちらのパーツ、この2つをここで重ね合わせて1つのパーツにしまして、でここのところへこみの部分にこちらのパーツを差し込んであげると。で下のところにこちらのオレンジのパーツを差し込んであげることによって、これでももパーツのベースが出来上がって、ここのところに組んでいたこいつが入りますよと。で入るんですけど、こちらのジョイント自体は丸軸ではなく角軸になっておりますんで、もものロールはここでできるんではなく、下ですね、ここで動かすような感じになりますんで、ここがねガタガタする理由というのがよくわかんないですけどね、まあ一応こんな感じになっておりますよと。そして次に関節ですね、それを作りたいと思いますけど、関節がこちらと。これの内部にピンをね取り付けていくんですけど、それが一応この辺にあるやつですね。この一番太いやつでいいと思うんですけど、この太いやつをこことここに配置しますよと。でこれランナーのナンバーとしましては L の45になってるんですけど、確かこれ太さが一緒になってるんで、こっち刺そうがこっち刺そうが問題なく入ってしまいますんで、多分これどっち間違ってもね問題ないと思います。でこれが準備できましたら、もう一個のパーツで、これですね、こちらのパーツで閉じますよと。で閉じた時にこういう感じになってて、ここのところにね動力パイプみたいのがありますんで、これが裏ですと。でこちらにちょっと飛び出てるやつが前になるんで、一応こんな感じでこう S 字になるような感じで、とりあえず本体というかね、ももの方に接続されますよと。でこちらのパーツがここに入りますんで、まあくっつけてしまって問題ないですね。まあこんな感じで足パーツがつきましたと。そしたら次にこのすね部分ですね、それを作りたいと思いますけど、ベースがこちら、こちらのところの後ろのここのところにねこいつを配置してくっつけてあげた後に、両サイドふくらはぎ部分としてこちらのパーツが入っていきますよと。でズボで、さらに反対もズボッと入れるんですけど、これ左右でちゃんと形状違っておりますんで、組む足ですね、右は右、左は左という風になるようにちゃんと把握して作ってあげると。でこれちょっと隙間がねできやすいので、こういう部分はあらかじめですね接着しておいた方がいいと思います。で出来上がったらもう組んでしまうと。これに関しましては、各部のパーツ準備できてから組むっていうよりも、段取りできたやつを組んでしまわないと左右ね混ざってしまうんで、そこだけ気をつけるポイントの一つとなっております。で足首を作ると。足首のベースがこちら、これのピンですね、ここのところにこちらの黒いやつが入って、これが足首のジョイント部分になりますよと。で前面の穴ですね、ここのところにこちらのパーツがサクッと入って、もう一個のパーツで閉じると。一応こういう風にカット面が決まってるんでね、それを確認しながら入れてあげて、これが準備できたら先端部分にこちらつま先を入れると。でこれスポッと入れてあげて、であとかかと部分となるこちらのパーツをここに取り付けてあげることによって、これで足首ができるんですけど、このかかと部分の、ね、はめ込みはいいんですけど、このつま先のこことか、ここが結構ね割れやすいので、あらかじめね接着しておいた方がいいと思います。で準備できたらこちらのパーツ、とんがりが下ではなくて、ね、とんがりが上になるようにして、ここにピタッとはまりますよと。でこの状態でここのところに差し込んであげることによって、これで足首が出来上がる。はい、これで右足が完成しました。そしたら引き続き右腕ですね、まあこれ作りたいと思いますけど、腕もだいたい同じ感じで作れますよと。まずこちらがボディとつながるパーツですね、これを押さえ込むような感じで、こちらのパーツを使ってこういう風にワンパーツ作りますよと。はい、でこれで準備、このパーツができましたので、次にこちらのパーツですね、この黒いパーツ、先ほどの肩のやつと似てますけど、このパーツを2つ組み合わせてこちらのパーツを作り、軸が短い方ですね、ここのところにオレンジのこいつがはまります。はい、でこれがはまりましたら、ここの穴のところにこいつを差し込むと、その間にこちらのクリーム色のパーツというかね、これがここにはまって、さらにここにズボッと入ると。はい、こんな感じにすると肩周りが出来上がった。であとここのところに前腕を差し込みますと。で差し込むんですけど、こういう方向ではねつけることができませんので、こちらをこういう風にね形状合わせて差し込み、ここのところに手首ジョイント、これはあらかじめですね2つのパーツを組み合わせるんですけど、これはいつものパターンですね。
フレームアームズガールとか、女神デバイスのような感じでこういう風に作ってあげて、ここに差し込むと。そしてこの先端部分に手首パーツ。とりあえず今はパーにしようかな。で、こちらのパーツをこうやって差し込んであげると、ここで手首パーツをつけることができると。で、これ以外に武器持ちがありますんで、まあ選択してつけることができるという風になっておりますんで、これで右腕のパーツもできましたということで、左ですね。そちらの方もささっと作ってしまいたいと思います。はい、出来上がったのがこちらです。これでできましたんで、最後に武器ですね。それを作りたいと思いますけど、武器といっても組み立てるのは盾だけなんですけどね。一応盾、こちらの内側のところに、このパーツを取り付ける位置決まってますんで、そこに合わせて差し込みますよ。で、ここのところに、こちらのね、ちょっととんがってるパーツ、これをブスッと。で、さらに下のところも同じような感じでブスッと差し込みますよ。そして、ここのところに穴がありますけど、一番上のこちらの穴のところに、これですね。これ前腕に取り付けるパーツなんですけど、それを使って、まず腕に取り付けると。で、さらにここのところにある穴のところに、こちらの丸ピンですね。これを差し込んであげて、手で持たせるということで、この2箇所で保持させるようになってますんで、これを配置しておきますと。はい。これで縦の方もできて、こちら剣ですね。これに関しましては、ただ切り離しておしまいですよ。で、それ以外に台座がありますけど、まず今回はですね、組んだこちらのパーツを組み立てて、とりあえず立った状態、そこまで行きたいと思います。で、まずこちらのボディ、ここのところに足を差し込みますよ。で、こうブスッと差し込んでいくと、こんな感じでね、取り付けることができて、反対も同じような感じでブスリと差し込んでいきますよ。はい、一応こんな感じです。そして腕に関しましては、ここですね、先ほどっていうか内部に取り付けたこちらの部分に、こいつをプチンと。で、反対も同じような感じで、ここのところにプチンと入れてあげまして、で、最後に組み立てた頭部パーツですね。それを、ここに乗っけるだけですよ。とりあえずこちらね、メットなしバージョンにしたいと思いますけど、これをここに差し込んであげると、これで、エリアル本体が、とりあえずこれで完成したという感じになりますよ。で、背景の影響でね、全然髪の毛パーツ見えないですけど、こんな感じでちゃんと髪の毛パーツはしっかりと取り付けておりますんで、まあこんな感じで仕上がると。で、あと、次回ですね、可動範囲とか組み替えをやっていって、こちらね、マスクパーツというか、これありの状態とか、形状違いの後ろ髪。あとは、盾とかね、剣。あと、付属の台座。こちらの方にね、お話を次回やっていきたいと思います。はい。ということで、今回はね、ここまで完成させていきましたので、次回、稼働編という風になっていきます。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。